念願の外食ですよ。はい、嬉しいよ。でやっぱもう来るとなったら焼肉かなと、うん、焼肉で一発ね解放されようかなっていう。いや解放なんか本当カイジが力落としてて一日外出券ゲットしたみたい な, なんかそんな感じですよ。マジそんな感じ。マジで恐ろしいよな。ようやくかと外に出れる自由にこの解放感すごいんだなっていうのを、やっぱ本当にね隔離を味わって思いましたね。家に引きこもるのって楽しいんですけど、自由な時間もいっぱいあるんで、いっぱいゲームできるしネットリックスとか見れるし、でもやっぱね自由の中でそれをやるからいいわけであって、外出れないっていう制限下の中それやっても楽しくないんですよね。いつでも外出れるっていう状態で引きこもるから価値があるっていう、仕方なく引きこもるの微妙っていうのは思いました。で名人のけますともめちゃくちゃ会うの久しぶりで、本当そうっすね。グループラインとかでやり取りはしてたんですけど、前田さんの顔見るのもなんやかんや言って久しぶりやし。いや確かに、まあ、でもぶっちゃけ会いたくなかったっすけど、ね、そんな感じで鹿さんに会いたくなかった。でも同じ気持ちだった。